あるです。じゃあ、カタスノパークのね、ここのさ、ゴンドラ降りて真ん中行かずに、こっちあるじゃん。ダイナの方行く方。そっちの方を、ダイナのね、連結部分まで、どんな感じか見ていこうと思います。っていうかさ、ここにさ、いつも山があるじゃん。あのボーダーさんがさ、あのビンディングはめて、助走つけてあっち行く、あれがあるじゃんか、山が。ないね。雪がまだないのかな。雪が足りんのかな。で、ちなみに、ボーダーさん、が、歩かなかんのはね、多分ね、マックスが良ければ、これもがいた後だね。これももがいた後だね、ボーダーさんが。ここまで、これもが、ここまでもがいとるな。ワックスが悪かったらね、やっぱこのブナじゃないわ、なんだっけ、ブナとツリーランの看板の辺までは、両足履かん方がいいね。みんなあの辺でいいかって思っとるけど、この毎シーズンね、違うんですよ。で、月ごとにも変わるしさ、雪質でも変わるし、ブナツリーラン滑りたいなー、くそー。時間がない。で、確実に勾配がついてるのは、この辺からかな。お、バナナパイプあるじゃん。この辺だね。この辺まで来ればもう、勾配ついてるんで。バナナパイプあるな。バナナパイプ、あそこのバナナパイプ、どんなんか見ていきましょうかね。まあ多分できてると思うけど。ちなみにこのチャンネルは高須スノーパーク第7ランド専門チャンネルでございます。はい。バナナパイプ。二つできとるね。おい。つまらんな。つまらんかったな。さあさあ。いや、雪はいいよ、ほんと。で、ちなみに、今が12月31日、大晦日です。で、4時前、登山しようか、登山。すごいな。登山グループだ。で、今日、大晦日と元旦は、夜ダイナありません。で、明日の元旦は、早朝ダイナは6時からじゃなくて、7時からです。はい。よいしょ。雪はむちゃくちゃいいよ、本当に。さあ、あれ？そう、あ、いいのか。びっくりした。ダイナの入り口閉まったのかと思った。あれ？ここってこんなに緩斜面だったっけ？あれ？あれ？気のせい？ここってちょっと急斜面じゃなかったっけ？あ、ちょっとガリガリいっとるね。はい、ここからで、ね、後でダイナ帰りますんでね、撮影しますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次は、こぶ斜面。